日経カレッジラボ始まりました。所長のパックンです。よろしくお願いします。さあ、この番組はどんな番組なんでしょうか。助手のケイシーに説明をお願いします。はい、皆さんこんにちは。助手のケイシーです。この番組は日経 CNBC と日経新聞が運営する学生向けキャリア支援サイト日経カレッジカフェとのコラボ番組なの。出演するのは現役大学生と様々な企業のエキスパートたち。その両者が就活、商品開発などのテーマに沿ってトークを展開。学生の本音やアイデアから企業の新たな戦略や事業を生み出していこうという番組なの。 Thank you, Casey。それでは本日一緒に研究していただく大学生をご紹介しましょう。特技は合気道です。早稲田大学の伊藤恭平さんです。お願いします。先日一人で初めてハンバーグを作りました。東京理科大学大学院の佐藤瑠衣さんです。お願いします。趣味はギター演奏です。早稲田大学の平山陽介さん。お願いします。お願いします。そして本日も企業からスペシャリストたちに登場していただきます。株式会社メルカリプロダクトマネージャー伊藤さん、お願いします。よろしくお願いします。若者の動向、働き方を研究しています、リクルートワークス研究所の豊田さん、お願いします。よろしくお願いします。さらに日経カレッジカフェからは編集長の村山さん、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、この6名を迎えして披露するのはこちらのテーマです。お金をテーマに議論すること、今回で3回目となりました。これまで大学生の皆さんがどんなことにどれぐらいお金をかけているのかについて研究してまいりましたが、本日はお金の賢い使い方について議論を深めていきたいと思います。自由に使えるお金に制限がありますが、その中で大学生の皆さんはどのように有効活用しているのか、ぜひ教えていただきましょう。それではまずは伊藤さんの使い方、賢いかどうか、みんなで審査しましょう。僕が考えたのは、所有の電子化です。すごい字ですね。あ、所有の電子化。ということは、はい、もう可能な限り物は持たない。有形なものは。有形なもの、つまりかさばるような、はい、場所を通るようなものを持たない。持たない。なぜですか。必要ないと思うんですよ。おお。はい。周りに何もないんですか、物は。家にも極力置かないですね、最低限必要なもの以外。伊藤さんの家ってどんな住宅事情ですか。4.5 畳で、寝床と服と冷蔵庫、本ですかね。あ、テレビ持たない。テレビも持たないですね。え、日経見てない。日経は、日経 CNBC は見てない。日経は友達の家で見てます。ピンポン、すいません、経営中心見ていいですか。いいですね。普段、まあ、こういう有形なものじゃなくて、まあ、オンラインとか電子化で持てるものって何があるんですか。一番やっぱり本ですね。本、はい、僕が唯一所有欲あるのは本なんですけど、もう本でさえもう最近もう Kindle で全部いいなって思って。なるほど。はい、ということは本当に一冊分のスペースに何百冊、何千冊も入れるわけですね。ちなみに Kindle は本より安いんですか。はい、絶対的な価格だと紙の方が安いですね。紙だと中古で買えるので、Amazon だと1円とかなので。あ、そうなんですね。はい、でもそれでもやっぱり自分のスペースを優先して、電子化で、電子書籍で買おうと。はい、そうですね。なんかこの所有するコスト、置くコストを含めると、電子化した方がもう安くつくなっていう感じですね。なるほどね。伊藤さんはやっぱり、まあ、自分の生活スタイル、自分の周りの環境も考えてオンラインとか電子で持ったものがいいと思われてるんですけど、伊藤さんが売ってるのは洋服ですね。 UK ですよね。まあ、そうですね。まあ、やっぱりすごく賛同できるなとは思ってますね。やっぱり本ですとか、やっぱ音楽であるとか、あるいは動画であるとかって、まあ、あるいはもう今で言うとお金ですら、もうやっぱりどんどん電子化されていて、まあ、ほとんどもう変な話、財布ですら持たなくていい多分時代になっていて、まあ、そういう意味ではすごくスマートだなと思う反面、まあ、やっぱりまあ、弊社がやっているようなサービスでいうと、まあ、人への受け渡しによって、なんていうんですかね、
賢くその消費をしていくっていうことに関してはまだまだ電子データっていうのは著作権の問題であるとか受け渡しの問題とかいろんな問題があってまだあの整備されきってないところはあると思うんで、まあ、あのいずれはでもそういうふうになっていくのかなっていう気はしますね。メルカリでもやっぱりそうい う, こう電子データをどう扱っていくかってことは多分考えていくべきなんだろうなと、むしろ、はい、そういうふうに思います。なるほど、はい、豊田さん、はい、やっぱり若者は今そのものから離れようとしてるんですかね。多分伊藤さんは多分でも本が好きとか、でも多分そういうある種収集したいだとか情報たくさん欲しいだとか、うん、あのその気持ちは多分おっさんたちと実は変わんないんじゃないかと思うんです。ただやっぱり社会が変わっておそらくその 4.5 畳という空間の中に より豊かなものを持とうとしたら別にデジタルで持ってるものがあったらデジタルで十分じゃないかと、うん、我々どうしてもだから本はやっぱりこのリアルに紙でバッと本棚に並んでるのがちょっと見応えがあるし自分が持ってるぞっていう気分があるんですけど、それは多分価値がないって思ってるんですよね。でそういうふうに言われると寂しいけど多分そういう時代なのかなとも思います。僕もやっぱり本棚に本が並んでるのを見てすごい気持ちいいし、友達が遊びに来てあこれもこれも読んでんだすげえなパックンはと思われたいから読んでもいない本を置いてるんですね賢そうな本いっぱい置いてる。それやっぱりちょっと価値観が違うかもしれないですね。面白い。さあ続いては佐藤さんの考察、あなたは賢いお金の使い方どういうものだと思いますか。はい、バイト先のシャワリとポイント還元です。まあこれは節約ですよね、うん、バイトはどこで。そうですね、あのちょっと服とか売ってるようなところでバイトしてるんですけど。今召されてる洋服もそこで買ったんですか。違うんですけど違うんだ今日は違うんですけど、うん、それでちょっと安く買えたりとかするので、あの普通の正規のとこの値段ではなかなか買いづらくなってしまって、うん、そういうとこを利用したりとか、あとよく利用するコンビニとかでポイントが貯まるのでそこを利用してそれを使って、うん、ポイントが返ってこないと絶対買わない。いやそうではなくて、なんかこう普段使うところだったらこうポイントのために行ってるっていうわけじゃなくても気づいたらちょっと貯まってるので、うん、ほんのその2桁3桁の金額でもちょっとしたお小遣い感覚じゃないんですけど、うん、ちょっと小さいものを買うときにちょっと安くなるっていうのがすごい嬉しいので、うん、結構利用しています、うん、あでもこれ大きいかもしれないですね、うん、あの何でですかね丸山さん、我々消費者の心その辺はくすぐられてるような気がしますよね。要するにその物欲がどうのこうのってよく議論になるんですけれども、あの昔の若者は例えば車を例にとると所有したかったんですよね。だけど今の若者はね車離れって言われてるけど車が嫌いなわけじゃないんです、うんうん、その車を利用して例えば仲間と一緒にどっかに出かけて体験したいっていうその体験の方に重きを置いてるだけだと思うんですよね。だから企業側もそういう物欲ではなくそういう利用価値とか体験っていうのを前面に出すとですね、随分違ってくるのかなというふうに思ってまして、あの今の若者の消費行動をですね一言で言うと SNS 消費かなっていうふうに思ってるんです。あの SNS で写真を流したいと、うん、そのために楽しい体験とかものを買うということですよね。でそれ以外の無駄なものとかあの過度に高価なブランドものっていうのは買い漁らないということですから、うん、それも堅実な消費につながってるんじゃないかなと思いますね。なるほど、伊藤さんまたなんか認められたよ嬉しいですよねでも僕は佐藤さんと同じようにやっぱりポイント還元とか見るだけでも買いたくなる、なんかすごい企業側の思惑通りに動いてる消費者の一人な気がしますけど、どうなんですかその思惑に溢れてる企業の伊藤さんは。お礼を申し上げたい感じですあの、まあ、まさにそういうやっぱりお得感、まあ、実際やっぱりあの、うん、なんていうんですかね、その1回の消費に関して言うとやっぱりお得だと思うんです、物理的にポイントを使うと、うん、ただまああのやっぱりその企業としてはそこから先あのポイントを最初使っていただいたからその後また何回もまたここで買おうここで買おうっていう風な購買につながっていただければ、まあ、トータルでこうペイしますよねっていう話になるので、まあ、企業側はそういったことを考えていて、まあ、なんでこうお互いこうウィンウィンなのかなというふうには思っていますけど、あとまあ最近のポイントなんかで言うと例えばじゃあ一つの A という会社でもらったポイントが B というサービスでも使える、うん、C というサービスでも使えるというふうになっていってるので、うん、まあ、あの消費者の方からしてもやっぱりこうどんどんこうお得感を増してるんじゃないかなと思いますけどね。さあ最後の考察に参りましょう。平山さん、はい、あなたは賢い使い方といったら何でしょうか。はい、私のお金の使い方はこちらです。高くて、いいものを長く使う。うわ、近所のおばあちゃんみたいなこと言ってるいますねこういうの。その最初にちょっと
値が張る多少値が張るものだったとしても、うん、こう物持ちが良かったり素材がいいのであれば僕はそっちを選びたいなというふうに考えています。最近ちょっとお金かけて買ったいいものって何ですか？スニーカーですね。軽くて歩きやすいスニーカーっていうのをちょっと頑張って買いました。いくら？2万円超えるぐらいです。おお、結構なスニーカーですね。はい、うん、長く使えるのでその頻繁に買うというわけではなくて、こうそろそろ着れなくなったかなとか使えなくなったかなって時に次に買うものとして、少しまたいいものをっていう風に。なので今着てる服も大学1年生の頃に買ったものですし、こう常にこう大事に使いながら、その使えなくなった時が来たらまた新しく買うといった形です。ちなみに2万円のスニーカーって何年ものだと思いますか？そうですね、それが実はそのスニーカーに関してはちょっとあまりにもったいなくてまだ全然履けてなくて鑑賞用みたいになっちゃってだから長持ちするんですよ使わないとそこに長持ちしますわ。元取りたいなとは思っているんですけれども、うんうん、いやでも僕も一緒ですよ。頑張って買ったスーツとか着られないんですよ。あの汚れたらどうしようかとあのどうなんですか豊野さん、こういういいものをちょっと高く買って長持ちした方が最終的にお得だと、うん、僕もおばあちゃんからも教わってるんですけど、はい、こういう考え方は年々変わらないんですかね。私多分今の例えば大学生とか若手社会人でこの考え方を持ってる人は決して多くはないと思いますね。やっぱり比較的ローコストなものをこう着回しするだとか、うん、そういう方が多分賢い消費って思ってる人の方が私はなんか多い気がするんです。で一方でこの高くてもいいものを長く使う、この考え方とても大切だと思います。この方が多分物を大切にしてるということも若者の考えるそのエコ感覚をすごく意識してる人たちもいますけど、エコ感覚を意識するから多分古着屋なんかも多分流行るんですけど、一方でこういう感覚もすごく大切だと思いますね。そうなんですね。で古着屋さんに回そうと思ってれば入ってもいないから絶対綺麗ですよねそのスニーカーはですね。でも村山さんどうなんですか、これ今世の中は安いものでも結構長持ちしますよね。そうですね、そういう意味ではですね、消費の二極化が進んでいるような気はするんですよね、うん、やっぱりなかなかその世間のですね、可処分所得が大きくは増えない中で、価格訴求型の商品っていうのはまだまだ根強い人気があると思うんです。で一方である程度の金額は張るんだけれども、まあ、きっちりしたものを買いたいっていう動きもあるんだと思うんですね。だからその中間のですね、中途半端な商品サービスっていうのがなかなか難しくなっている時代かなというふうに思っています。なるほどね。質じゃなくやっぱり自分にとっての価値が大きいかもしれないですね、うん、同じぐらいの質問なんですけど、やっぱりブランドがあるのかどうか、希少価値があるのかどうかっていう、まあ消費者にとっての自分の価値観から見た価値でその値段が決まるような気がしますよね。その2万円のスニーカーぜひ今度箱に入れて持ってきてください、はい、店の奥に、はい、決して履かないでほしいということで、ここまで皆さんの考察を聞きました。続いては疑問コーナーです。その前に一旦お知らせ。マーケット経済専門チャンネル日経 CNBC はあなたの忍者となり、グローバル市場の最新情報を素早くお届け。さまざまなデバイスで視聴可能です。まずはネットでお試し1ヶ月。学生と企業のマッチング番組日経カレッジラボ、さまざまな研究テーマをもとに現役大学生と企業が激論を交わす。学生の本音に多彩なエキスパートたちがその場で回答、予測不可能な化学反応が。私パックンがラボの象徴となり、新規事業や成長戦略の手がかりを探り出します。日経カレッジラボは毎週木曜日20時30分からの放送です。 Don't miss it。 日経カレッジラボ、今回はお金の賢い使い方について議論しております。続いては学生さんの素敵な素朴な疑問を受け付けましょう。そしてスペシャリストに答えていただきます。さて伊藤さん、あなたの疑問は何でしょうか。スペシャリストの方々は今のお給料に満足ですか？お、具体的な数字聞きますかストレートで。なんでこれ気になってるんですか？あ、うん、金銭感覚が多分天地の差なんですよ。うん、はい、僕からしたらすごい天文学的な給料を毎月使えるいただいているのでちょっと想像ができなくて、はい、ちなみに伊藤さんは今アルバイトしてる？
あ、バイトはしてないですね。してない、はい、じゃあ月収はあの仕送りの小遣いぐらいですか。仕送りとあと Airbnb とかやってます。 Airbnb やってるんですか、はい、だいたいそれでどれぐらい。あ、でも月ちょっと待って、4.5 畳の部屋に誰か泊めてるんですか。はい、あ、だからあの泊めた場合は僕は友達の家で寝る。自分の家を 4.5 畳を丸ごと人に貸すために自分がどっかに居候してるんですね。はい、すごいですね。で、その時は泊めてくださったお友達にも少し分けるんですか。あ、たまにご飯終わってごまかす感じです。その友達偉い。月々数万円程度ですか。そうですね、本気であれば5万ぐらいいきます。おお、結構すごいですけど、はい、その、まあ、月々5万円の、はい、伊藤さんから見て天文学的な給料をもらっている皆さん満足してるかどうか聞きましょう。伊藤さん、満足といえばまあ満足ですし、まあ、うん、ある意味なんでしょうね、これぐらいの給料がないと生活していけないっていうようなまあ考え方というよりも、やっぱりいただいているお給料の中でどう生活するかってことをやっぱ気にはしているので、うんうん、まあ、あの満足というかね、まあ、それはキリがない話にはなっちゃいますけど、うん、まあ、その中でこ う, うまくやりくりするようにしているので、まあ、結果的にはまあ 満足はしているかなというふうには思ってますけど、自分の寝室を貸し出してはいない、はい、今のところはないですけどね、生活のためにという意味では、はい、なるほど。豊田さんどうですか。うん、はい、あの、まあ、私もあの自分の仕事との対価ということでいうと多分十分かなと思ってますけど、あのこんなデータがあるんですね。あの個人が働いている満足度とお給料の値段の関係というのが、うん、でやっぱりあるところまではこう割とリニアにこう相関するんですね。比例してるんですね。そうそう、給料が増えるとやっぱり、うん、あの満足度高まるんですけども、あるところからやっぱり頭打ちするんです、あの満足度が、ええ、給料が上がって1000万から1200万ぐらいらしいです。でそこから先はあまり別に2000万稼いでも3000万稼いでも全然満足度はあまり変わらない、逆に不幸になっちゃう人もいるだとかっていう感じもあります。なんかそのぐらいあんまり稼ぎすぎるのも問題かもしれないし、かといってまあ少なすぎるのもやっぱりいろんな意味で多分大変、うん、なんかデータは意外と雄弁かな、それぐらいまではなんか比較的満足度が高まるということが世の中的な傾向としてあるようですね。 4.5 万ですかから卒業できるぐらいもらうと少し満足度は上がるような気がします。頑張ってください。さあ続いては佐藤さんのご意見ご質問お願いします。はい、結末になるとお財布が空っぽになるのはなぜなんでしょうか。誰に聞いてるんですか。それ佐藤さんのお財布の話ですね。どれくらい使ってるんですか。月に自由に使えるお金は 2.5万から3万ぐらいなんです。月々 2,3 万円しか自由に使えない。で月末ギリギリですか。そうですね、なんかちょっとお金があると使ってしまうので、あの最後の方になって焦って節約していくっていう形によくなります。なるほど。あのだいたいこう自分でそういう対策的なものを取ってるんですか。自分の目の届かないところに貯金をしたりとか、うんうん、こう100円玉貯金とか小銭貯金とかをして最後辛い時になって使うとかはしてるんですけど。あ、貯金箱はちゃんと蓋が開くようになってるんですね。これ伊藤さん、まあ、おそらく貧乏学生生活の経験はあると思うんですけど、何、かおすすめありますか。まあそうですね、まあ、あの学生時代はまあそれでいいと思いますけどね、まあ、逆にあの思い切ってお金をちゃんと使ってでその中でそのお金の使い方を学ぶっていう時期でもやっぱあると思うんで、うん、あんまりその空っぽにしないってことに強くこだわりすぎるよりは、まあ、しっかりお金をちゃんと使って使い方を学ぶっていうことの方が、まあ、僕の経験からするとまあおすすめかなっていうことですかね。あとはまあうまくそのなんでしょうね、まあ、節約もそうですけど、まあ、またちょっとメルカリの話であれなんですけどもあの何かこれはもう使わないかなっていうものがあったらどんどん売っていくとかですね、メルカリの中で貯金するみたいなのもまあ最近賢いんじゃないかなと、はい、なるほど思ってる次第です。佐藤さんはあの 2,3 万円だけの生活で満足してます。いや、もっとあったらもっと嬉しいんですけど、やっぱなかなか研究も忙しくてバイトできなかったりとかで、うんうん、こう 2,3 万が手に入る限界かな。なんか時間がなくてご飯適当に済ませちゃったりとかっていうのとかで
そうか、あまり計画的にお金も使えてないってことですね。そうですね、あのみんなとご飯行くってなってこう予定外の出品になって、あちょっと来週まで持つかなみたいになってしまったりとか今 2,3 万円の生活ができるようになったら10万円手元に残る社会人のもう初任給がどんなに気持ちいいものなのか、その夢を見ながら空っぽの財布で頑張ってくださいさあ最後に平山さんからの質問お願いします、はい、裏側を知ってしまっているのにどういうふうに納得してお金を払っているのかという質問です。裏側というのはこうビジネスのからくりだったり、こう流通の仕組みっていうのをおそらくこういろんな企業とこう取引する中でこう皆さんご存知かと思うんですけども、そういった時に自身が改めて消費者となって何かを買う時にこう原価とかそういう仕組みとかを知ってる中でどういうふうに自分を納得してこう消費しているのかっていうことを聞きたいなと思います。そっか、スニーカーメーカーだったらこの2万円のスニーカーは原価600円だって分かるかな。やめてください、そんなことはないと思うんですけど、そうですね、だからそういった時に2万円払えるのかっていうことです、うん、なるほどね。確かに裏側を知ってしまったら なかなかこう一消費者として素直に消費活動できないかもしれないですね。これ伊藤さんいきますか。これはでもまあ正直はまあそんなこと考えてないですけどね、普段の消費で、まあ、やっぱりあの自分が買おうとしているものが自分の満足いくものなのかどうかっていうことを考えてるだけであって、まあそこに納得いくんであればまあ払うし、例えばそれが600円だとしてもやっぱ自分にとってはそれは2万円の価値がある、まあお金の価値ってすごく相対的なものだと思いますんで、僕にとってはそれが2万円の価値があるスニーカーだっていうのであればもうそこに納得すればいいんじゃないかなというふうには、はい、思いますけどね。あまり裏は分かってても考えないで普段生活されてるわけです。まあそのいわゆるその生活必需品みたいなものに関してはもういちいちそんなこと考えてたらこの靴はこのあの製造ラインだからこれは違うよねみたいなことを考えてたら靴買えなくなっちゃうんで、はい、あでも結構素直ですね僕、うん、まあ、芸能界で仕事してるんですけど、テレビつけると裏しか見えないんですよみんなあのコメントしてる皆さんの上にギャラとか思い込んでるんですよあの発言で何万円とか思ってしまうんですよねもう全然テレビ楽しくないでも村山さん、この質問にもなんか今の時代ならではっていう要素が入ってるような気がしますね。情報も物量もここまで発展すると、うん、いろんなことを知ってる消費者が賢くなってるし、ちょっとなんていうかすれてるっていうか、うん、そうですね、素直じゃなくなってるかもしれないですね、うん、そうですね、あの企業ってどんなところでもそうですけれどマージミックスで粗利を生もうとしてるわけですよね、うん、だからそれで自分の利用価値に照らしその価格がいいのかどうかっていうのは、まあ、個々人の生き方の問題だと思うんです、うん、ただねその平山さんの気持ちってね私も分かるんですよ。例えばハンバーガー店で言うとですよ、うん、ハンバーガーとドリンクとポテトでそれぞれ原価率全然違うわけですよね。そうするとですね、なんとなく、原価率の高そうな商品を頼んでしまう自分がいたりするわけなんですその通りです、わかる。これはね、なんか意外にその知らず知らずにそういう行動をしているなっていうのがありますね、で素直にそこで買って飲んで食べてればいいのに、本当に僕もバーガーだけ買って隣のコンビニでジュース買うんです。本当に大人って怖い本日は賢いお金の使い方について議論してまいりましたが、ここで研究結果です。賢いというより僕は気持ちいいお金の使い方を目指すべきじゃないかなと思いますね。賢いというとなんか正解不正解があるように感じますけど、それ結局自分の価値観、自分の気持ち次第じゃないかなと。もう完全にケチです、ドケチです例えばね、どっかに行きたいときはあの都営から市営の、あの地下鉄に乗り換えるとお金が発生しますよね。だから絶対同じ会社でしか動かないようにしてたんですよ昔は。あの、うん、何だったら20本歩いて隣の駅まで行って乗り込むとかそういうことをやってました。それが当時の僕にとっては賢いお金の使い方、英語で A penny saved is a penny earned、まあ、1セント玉を節約したら1セント玉を稼いだというふうにお母さんから教わったそのままの金銭感覚が結局僕にとってお金を使わないことが気持ちよかった、自分につながった。今は少しあの余裕を持って少し贅沢もできるようになって、その贅沢もすごい気持ちよくなった。
ですよね。今だったら同じ電車だったら、例えば品川から東京までだったら僕新幹線に乗ります本当は、まあ、そんな必要ないけど、ちょっと余計にお金を使う、自分今の自分に合った使い方が分かってきた、金銭感覚が少し変わってきたから、その使い方が気持ちよければそれが賢いじゃないかなと思うようになってきました。昔と今の自分が違う、使い方も変わって当然、裏を知ったらその業界の商品を買うときは変わるかもしれないですけど、まあそれも人生の楽しい変化っぷりじゃないかなと思うようになりました。本日はここまでです。また次回お会いしましょう。 See you soon。 学生と企業のマッチング番組、日経カレッジラボ。さまざまな研究テーマをもとに現役大学生と企業が激論を交わす。学生の本音に多彩なエキスパートたちがその場で回答、予測不可能な化学反応が。私パックンがラボの象徴となり、新規事業や成長戦略の手がかりを探り出します。日経カレッジラボは毎週木曜日20時30分からの放送です。 Don't miss it。 マーケット経済専門チャンネル日経 CNBC はあなたの忍者となり、グローバル市場の最新情報を素早くお届け。さまざまなデバイスで視聴可能です。まずはネットでお試し1ヶ月。次回の日経カレッジラボ研究テーマは、あなたにとってお金とは。大学生が考えるお金の価値やその意義について熱く議論を交わします。一体どんな議論になるのか、そしてどんな研究結果が導き出せるのか、次回の日経カレッジラボお楽しみに。